どうも皆さん、みちです。本日は、上手くなる花本の練習方法ということで紹介していきたいと思います。上手くなる練習方法といってもまあ、ね、いろんな練習方法があるんですけども、ここではね、初心者の方がぐっとね、上達するためのポイントを紹介していきたいと思います。花本を叩くときにですね、まずまあ姿勢に関して前のめりすぎず、猫背にならずに、演奏してもらうことがまず一つなんですけども、練習方法、まあじゃあどんなことをするのかと言いますと、ベース、タップ、スラップ、この3つをですね、使ったトレーニングをしていきたいと思います。まず最初にですね、右手、左手、どちらでもいいので、まあ利き手の方から始めてみましょうか。まず最初に、ベースを2回いただきます。ベース、ベースで、次にですね、タップを2回いただきます。タップ、タップで、三つ目、スラップを、スラップ、スラップと叩きます。なので、ベース、ベース、タップ、タップ、スラップ、スラップという感じですね。で、それを繰り返していきます。なので、ベース、タップ、スラップと叩いた、その後またベースに戻ります。ベース、ベース、タップ、タップ、スラップ、スラップ、ベース、ベース、タップ、タップ、スラップ、スラップ、という感じですね。で、ここでポイントなんですけども、まあ、ただ叩けばいいというわけではなくてですね、ベースに関しては腕の重みを使って落とすような感じで叩いてあげましょう。で、タップなんですけども、タップは叩くというより置くというイメージです。そしてスラップですね。スラップは、まあ、そこにハエがいると思ってですね、こう、引っ叩くような、パチンと、引っ叩くような感じで叩いてみましょう。それをまずしっかりと意識して叩くことが大事です。初心者の方でよく陥ってしまうのが、タップとスラップがどっち叩いてるかわからないということですね。タップが大きくなってしまって、スラップとの音量の差がない。なので、自分でもタップを叩いてるのか、スラップを叩いてるのかよくわからない状態ですね。今自分がどの箇所を叩いてるのかっていうのを意識して叩くことが大事になってきます。最初はゆっくりから始めましょう。ゆっくりから始めて、徐々にスピードアップしていきます。そして徐々にスピードアップしていったらですね、その後だんだん遅くしていきます。早くして遅くするまでに1分ぐらいかけて徐々に早くして徐々に遅くしていきます。その時にですね、正しい場所に叩いているか、スラップ叩いた後にベースに戻った時に、さっき叩いてた場所とは全然違う位置を叩いてしまったとか、タップを叩くつもりがスラップを叩いてしまったとかですね。まあそういったような場所をしっかり自分が今どこの場所を叩いてるのかっていうのを意識しながら叩くことが一つ。で、二つ目ですね、手のフォームですね。僕のおすすめはまあ自然な形、まあギュッと閉じるわけではないんですけど、手はこうあまりこの指をバーッと開かないような形、自然な形なんですけども、これが叩いてる間にこうギュッと力が入って手がこう丸くなってしまったり、手が開いてしまったりとかっていう風にならないように、フォームが崩れないようにしましょう。それが二つ目で、三つ目なんですけども、ベースを叩く叩き方、スラップを叩く叩き方、タップを叩く叩き方っていう風にですね、しっかりと出したい音をイメージして意識して叩いていきましょう。そうすることで普段の8ビートとか、メリハリのある演奏をすることができますので、ぜひチャレンジしてみてください。